今回で14回目となる九州駅弁グランプリは、九州各地の45種類の駅弁の中から駅の利用客が投票で選んだ10種類の駅弁が決勝に進出。今日特別審査員がグランプリを決めました。グランプリは花の松駅カレーガーです。おめでとうございます。鹿児島県のカレー川駅で販売されている駅弁花の松駅カレー川が2年連続でグランプリに輝きました。霧島産黒米に紅さつまのかき揚げ、生姜の佃煮などの郷土料理を味わうことができます。準グランプリには長崎駅で販売されている坂本や角煮飯と、鹿児島中央駅と博多駅で販売されているわっぜうまか薩摩黒膳弁当でごわすが選ばれました。車窓を見るときの駅弁というのはこれまた美味しいですし、まあ、例えばもうビールでもあのソフトドリンクでもいいと思います。その弁当と飲み物と車窓というこの組み合わせがもっと旅を楽しみにする。趣向を凝らしたこだわりの味を楽しめる九州各地の駅弁の数々、列車旅のお供として一度味わってみてはいかがでしょうか。